どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ集まる動物森実況続きやっていきましょうか。今回はですね、まあ連日続いております島整備なんですけど、今日はこの砂浜部分を整備していきます。まあ正直ね、ここら辺の部分島整備できてるのかって聞かれても、まあなんとも答えられない。まあそんなね、あの下の方なんですけど、今日はここら辺の部分を整備していきます。メッセージボトル開けていきましょう。名前も知らないあなたへ。天気が良かったのでお散歩してたら、空から何か降りてきたのか、急に DIY のレシピを思いついたんです。世界中にこのレシピを広めたくて、こうしてボトルに詰めてみました。材料があればお試しください。遠い島に住むキャンディーより。でね、竹の鞠、これ多分覚えてるな。いや、ハロウィンのレシピが欲しくって結構住民から聞いたんだけど、まさかの積み木スツールと積み木ベッド両方もらったっていう。積み木ベッドも覚えてるし、積み木のスツールも覚えてるし、ハロウィンのレシピがもらえない、そんな今日この頃なんですけど、今日はここら辺を整備していきます。なんかね、狭いんですよね。狭い広い狭い広いを繰り返してるから、難しいっちゃ難しい。まあなんとかね、ここら辺補っていけたらなと思います。では早速作っていきましょうか。あ、風船。これで DIY レシピ、緑とかも結構出てくるらしいんだよね。プレゼントから風船開けていきましょう。木の実のランプ。でもこれ覚えてない。ナイス。早速作っていきましょうか。ララミーちゃんの家がここにあって、で、ララミーちゃんの家の上側にも、このレンガサークルを使ってるから、ここら辺にもレンガサークルを、まあまあ使っていきましょう。レンガサークルで4つ配置する。まずは何かを作っていきましょう。一番最初に作りたいのが世界の道しるべ1個作る。そしてこの世界の道しるべをこのレンガサークルの上に配置したいんだよね。これどう？これ真ん中にうまい感じに、無理か。石を配置していきましょう。多すぎてもしつこいと思うから、そんなに配置する必要はないと思ってて、飛び石の盾をうまいこと調整していきます。いやー、正直ね、マイデザ枠少なすぎない？ 50 はさすがに少ないぜ。いやー、だってね、飛び盛りで使えるマイデザの数も40個までだったんだけど、それよりもさらに10個しか増えてないからね。これだけの島の広さがあって、それはなかなかに厳しいものがあるなと思いながら、世界の道しるべって上にも配置してるんだな、今思えば。ゴールドクレストにしとく。真ん中にうまいこと言った。ゴールドクレストなら真ん中に配置できるんだ。じゃあゴールドクレストの方にしておいて、世界の道しるべは上の方にあるから、これは一旦このまま放置しておくか。いや、左側が骨董市のようなイメージで作ってるから、こっちもそのイメージで作っていきたい。まず亀を作っていく。1個できた。あと2分で新しい一日が始まるから、今のうちにいろいろ作っておきましょう。陶器のジャグも作る。そういえばトゲトゲの柵を使ったことなかったな。これ使っていくか。トゲトゲの柵を20個作る。さらに、これだね。丸太のベンチをもう2つ作ろうか。5時になった。お、雨降ってる。皆さんおはようございます。ただいまの峰峰島の時刻は2020年10月4日日曜日の午前5時です。では本日のお知らせで、あ、お知らせある。あ、キャンプサイトにお客さん来てる。この前ね、キャンプサイトにちゃちゃ丸が来ていて、めちゃくちゃ驚いたんですけど、リッキーくん、ハッピーホームアカデミー結構高くなった気がする。156,008 ポイント、ランク S。 ウェディングテーマの家具が揃っていて統一感のあるお部屋ですね。あとアレンジを加えて自分らしいお部屋にしてあげてください。これね、ウェディング家具っていうのがこの地下に作ったんですけど、今思えば集まる動物森では地下も評価に含まれるんだね。そしてまあ余った DIY のレシピは捨てるとして、このウェディングのやつとかもう外出す。半年経つんだったら変えていきたいな。リッキーくんからの手紙。わーい、ミネットくん、昨日君の夢を見たよ。夢の中でも君は相変わらずとっても優しかった。ミネットくん、これからもずっと僕と仲良くしてね。
とっても元気なリッキーより。ではですね、早速右側のスペースを整備していきます。まあでも言う、ついにできました、かぼちゃ。これ上上がれなくない？かぼちゃができた場合って上がれるんだ。あ、そういえばさ、このかぼちゃたちってじょうろで水をあげたら、まあできる数が増えていくんだけど、雨降った日は大丈夫だよね、やらなくて。後で回収しておこうか。こっちの方も、うお、できてるね、かぼちゃ畑。しかもこれ光るんだ。日曜日の午前中ということでウリが来ています。149ベルしか持ってない。俺かぶり始めてまだ少し。日曜の午前中といえばこのウリにお任せだに。ちなみにいくら？109ベル結構高いな。それはいいね。まああのまま放置しておいて、今日はここの部分を整備していきます。亀と、あと素焼きの食器を置いておきます。これだね、作ったトゲトゲの柵を配置していこうか。これ真ん中はできるよね。オッケー。もう少しマイデザインを配置してもいいかもしれない。ちょっと待って、思いついた。古びた枕木を使って、一番向こう側までの道を使っていきましょうか。そしてこのスペースから歩いて行ってもらえるような感じにしていきたいんだけど、これもしかして波があるからここにマイデザ配置できない。配置できないか。いや、これかゆいところに手届かないな。プレゼントはなんだ？そろそろハロウィンの冷凍庫？冷凍庫？いや、あり。ありありあり。いや、このメニュー黒板がせっかくあるから、これを有効活用していきたいんだけど、あとサービングカートも出して、レベッカちゃんの家との相性がいいんですよね。茶色い家具を配置することによって、レベッカちゃんの家の周りも茶色い家具で統一してるから、なるべくここら辺もうまいことそれに合わせていきたい。これ斜めの道しるべも相性いいんじゃない？斜めの道しるべを作る。もう一個作ろっか。あと両しかも作ろう。よし。このアンドンさ、実は3月とか4月とかからずっと放置したままなんですよね。何かしら使うだろうって思って置いといたんですけど、全然使わなかったっていう。まあここからどっちにでも行けますよっていうアピールの、まあ、斜めのね道しるべを使わせてもらって、実はこれ動画撮りながら、なんで今日は砂浜部分なのかっていうと、風船が楽しみで、まあ、見逃さないためにもね。おお、来た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 、初めてのハロウィンレシピ。何？ハロウィンなタワー、どんなやつだろう。これか、ハロウィンなタワー。オレンジのかぼちゃが7つ必要なんだって。これ使おう、せっかくだから。ハロウィンなタワーを1個作って、あと丸太のベンチをもう1個作成します。オッケー、いいね。あ、これ電気つくんだ、かわいい。全然あり。まあでも入り口付近だからな、なるべく余分なものは撤去をしていきたいね。ウクレレと、もう一つ、まあマトリョーシカ置いとこっか。いや正直ね、ここからが大変なんですよ。ここのスペースを抜けていった先にまた少しだけ空いたスペースがあって、さらにその空いたスペースを抜けていくと、ようやくここの一番端っこ側にたどり着くと。まあ一番端っこの部分はね、植物類を少し配置するだけで、まあ映えるかなと思うんだけど、いや、このナポレオンフィッシュがいたここの部分、少しだけしか空いてないから、まあお花屋さんをもう一個下の方に作っていってもいいかなと思います。で、上の方は白い家具で統一してるから、なるべくそれに似合う要領で作っていこう。浮き輪と、そしてロッドスタンド系はなるべく砂浜部分に置きたいな。いや、悩む、ここ。一番奥側まで、この組木の道を出してみる？ちょっと余ったここの部分何かしら考えていきたいよな。いや、計算してたんですよ。ここからまっすぐ向こうの道に行った時に、ちょうどここの橋にかかるように計算はしてたんですけど、正直に言うと、ここから先の部分何も考えてなかったから、いや、島訪問とかして参考にするしかないな。ちなみに誰が来てる？サバンナか。この島の方ですか？
お邪魔してます。私サマンナと申します。すごく素敵な島ですね。短い間ですけど目いっぱい楽しませていただきます。では、空いてるからゲームできないかな。一回だけゲームしない？あなたが勝ったら商品としてホテルマンの服を差し上げますよ。前回のチャチャマルもホテルマンの服をあげると言ってきたな。ルールの説明は知っている。まあ、これね、4つのうちのどれを引いたらいいかっていうものなんだけど、クラブじゃない？おお、当たった。正解です。あなたが勝ちですので、お約束通りホテルマンの服を差し上げます。これ一番最初って必ずクラブなのかな。こういうゲームお得意なんですか？ピタリと当てるなんてすごいですね。よかったらまたやりましょう。ってば、前回のチャチャマルとやった時もクラブだったんですよね。いや、聞いた限りではどうやら法則があるみたいなので、もしかしたらそういう風にできてるのかもしれません。というわけで今回は砂浜部分を整備してみたというお話でした。いや、次あたりでこっちの部分も整備していこっか。まあ、10月の中旬あたりでもう一回峰々島を更新できたらなと思います。というわけで今回はこの辺でおっておきましょう。じゃあな。